どうもこんばんは、パパゲーヌです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はね、こちらを行こうかなと思います。これはなんだっけ、日本盛りか、日本盛りの生原酒。日本盛りは良いお酒ですね。 20% 引きの223円です。よし、じゃあ開けちゃうよ。わあ、でもよく冷えてるな。きっとうまい、これね、うまいはず。ということで皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。おお、生原酒。船口菊水より辛口なのかな。でも美味しい、美味しい。あの菊水、船口菊水と比べるとどっちだ、やっぱ船口菊水かな。特に船菊水の赤いやつね、にはまだまだまだなんだけど、そう、ちょっとなんていうのかな、あ、そう、これ辛口だからなのかな。濃厚なコクと旨味、濃厚だけど、濃厚さで言ったらやっぱりね、菊水だよな。でも美味しい。ちょっとこれ大事に飲まなきゃ。これを飲んでしまったらもうあと美味しいお酒はね、今日はこれだけというか、まああとは普通の焼酎、お湯割りでいきます。焼酎の水割りをね、いつだ、昨日、おととい飲みすぎてね、ちょっと次の日辛かったっていうか、昨日朝ちょっと早く起きたかったんだけどね、辛かったっていうのがね、まあいいや。ちなみに今日はこんなものを用意します。これ豆いつもの業務スーパーの。そしてこれきゅうりの漬物、きゅうりのきゅうちゃん的なやつね。これも業務スーパー、1キロで結構安かった、200円ちょっとぐらいだったてか1キロ入りはね、まあ半分残してもね、きゅうちゃんよりもずっと多分割安なんだけど、でも結局全部食べんだろうな、なんだかんだ言って。これから毎日きゅうり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 ってなってね。そして厚揚げとちくわを煮ました。煮ましたって言ってもこれは昨日煮たんでね、もう今日は冷蔵庫で冷え冷えで、まあ味は染みてるんでね。いただきます。安い厚揚げだけど十分美味しい。あれ、なんかこれ最近も公開したかもしれない。あ、違うっけ、まだ編集しただけだっけかね、どうだっけかな。まあいいや。ああ、幸せですね。ちくわもね、ただ切って一緒に煮ただけなんですけどね。でも煮込み時間がもうちょっと足り、あれかな、長い方が良かったかな。余熱でいっちゃおうと思ったんだけど、それだったらあれだな、あれを使えばよかったんだ、保温鍋使えばよかったんだ。あ、そうだ、今度からそうしよう。保温鍋持ってんですけどね、たまにしか使わない。なんでだ。それはね、いつも作ったらとっとと食べたいからなんです。で、作る時間もとっとと食べたいんで、あの省略しちゃうと言いますかね、短縮しちゃうんですね。だからじっくり煮込んだ煮物っていうのはね、まあ苦手と言いますか、苦手じゃないんだな。あのとっとと切り上げてもう食べられるって食べちゃうんですよね。で、このきゅうりのきゅうちゃんじゃない、きゅうちゃんじゃないや、違う、なんだっけ、なんとか漬けってなんて書いてあったか忘れちゃったけど、多分きゅうちゃんほど濃く使ってないやつだろうな。これは別にあのなんていうのかな、箸休めとして全然問題ない、あのいいです。でも1キロだもんな。これあの1キロ食べきる頃には多分飽き飽きしてる。だからこれで次に漬物はね、なんか別物買っていくんですよ。まあ福神漬けとかね、キムチとかね、そういうの買ってしばらく経って忘れた頃にまたというかね、っていうか福神漬け1キロも結構きついんですね。でもね、この福神漬けもそうだけど、多分これもそうなるんじゃないかなと思うんだけど、毎日のように食ってるとね、なんかこう勢いがついてくるって言いますかね、あのご飯にバーって乗っけてガーってかき込むというね、そういうパターンになるのかもしれない。そうだ、思い出したら福神漬けもそうだった。最初のうちは福神漬け新鮮だなって感じて、
楽しく食べていって、やや飽きたなとかって思ったんだけど、そのうち、その、そうだ、飽きたのもなんか過ぎてくると、今度はご飯にバーってかけて、バーってかき込むという、こう、毎日のご飯的なね、こう、習慣になってくるというね。でも、福神漬け1キロの消費は、あれどれくらいかかったかな、多分2週間ぐらいかかったと思う。1週間じゃ終わらなかったですね。冷蔵庫に入れてね、ちゃんと毎日ね、あの冷蔵庫ね、こうタッパに詰め替えてね、毎日こう食べてんだけど、減らねえんだこれが。あ、ちなみにこれは水です。こうやってね、飲まないとね、ちょっと温存しとかないとね、まだこれぐらい残ってる。結構残ってる。なんか今言おうと思って忘れちゃったな。なんだっけかな。なんだっけかな。誰でも思い出せない。もう、そういうことが多い。今日この頃ですね。で、もうそういうこと、もう本当にそれでね、そういう話をね、しょっちゅう、もうなんか、こう知り合いとする。ね。もう物事すぐこう、これしようって思ったら忘れちゃってさ、とか、私もそうとかって感じでね、これ衰えだね、とかってね。だからもうメモしなきゃダメだね、とかね。そう。もう、そうなんですよ。最近ね、こう、メモをする。なるべくメモをしなければって思うようになった。てかまあ、以前はね、メモなんかしなくてもよかったんだよね、だからね。だけど、そうだんだんこう忘れるようになってくるっていうか、もう絶対これ忘れないわってことをさ、すっかり忘れますからね。信じられないぐらいに。そういえばさ、昔よく通ってたようなところも、まあ20年とかもっとそれ以上前とかね、そういうところなんかもね、だからその頃はもうしょっちゅう通って普通に行って、それでね、たまにこうやっぱりね、あそこ今どうなってるかなとかね、そんな地図でこう見たりとかねしたりしててね、時もあったんだけど、で多分ね、10年ぐらい前まではその場所が分かってたんだけど、すぐにパッて探してたんだけど、今になってみるとどこだかよく分かんなくなってしまうとかね。そういう風なことも起こってきますね。だからね、そうそうそう、たまにこう実家に帰ると、まあ近所の変わりっぷりに驚くっていうのもあるんだけど、それ以前にあれどこにどうやって行くんだっけかなっていうのがね、思い出せないっていうね、そういうことがありますね。やだやだ。あ、そういえばそうだ、ヤフーニュースなんかでも報道されてるけど、山田五郎さん、あの人はなんて言ったらいいんだろうな、評論家、まあ編集者ですね、元ね、あの人なんだっけ、ポパイかなんかの編集者やってたかな、講談社にいたのかな。で最近はYouTube チャンネルでね、美術のお話ししてるね、なんだっけ、チャンネル名は思い出せないんだよな、山田五郎さんのチャンネルしか思い出せないんだけど、大人の教養講座かなんだっけかな、そんな感じの山田五郎さん、タモリクラブにもよく出てた山田五郎さんが、なんかね、がんを公表されてね、びっくりしました。だってステージ4B とかっていうからさ、でもう手術もできないから、化学療法で、しかも原発不明がんでさ、という話をされててね、びっくりしちゃいましたね。ステージ 4B って結構進んでるってことだろうけど、なんとかね、お元気にというか、寛解してほしいなとかって、もうびっくり。でもね、それよりもびっくりしたのが、そういう話なんだけど、なんていうのかな、僕もね、報道じゃなくって、あの山田五郎さんのね、YouTube チャンネルで拝見して知ったんですけど、なんていうか、その公表の仕方がね、こうひょうひょうといつもの山田さんらしく語られたっていうことね、にこやかにね、ユーモアを持ってね、そうだから肝臓にね、パチンコ玉散らしたように、がんができてたんだよとかって、そういう表現とかねされたり、ご本人もちろんそんなさ平穏ではいられないのは当たり前なんですけどね、でもそれでもね、ああいう感じでね、こう公表されるってことがね、なかなかできないなとかって思ったんですけどね。ですからね、元気になってもらいたいな。でもね、お仕事はちゃんとできてるようなんでね、まあそう、頑張っていただきたいと言いますか、頑張っていただきたいって上から目線っぽいんだけどさ、じゃなくってね、応援させていただきたいって言いますかね、というふうな感じで。あ、
あ、そうだ。じゃあ今回の YouTube チャンネルのタイトルは山田五郎さん応援してます。そんな感じでいこうかな。あ、タイトルじゃあサムネね、サムネのタイトルね。そうですね、な感じで、まあいいやこのチャンネルね、このサブチャンネルの方ね、アクセスアップ狙うこと考えてもしょうがないんですけどね。あ、そうだ、この話しようと思ってたんだ。そう、サブチャンネルね、こんなつまらないの、なんでつまらないっていうんじゃなくってね、そう、手抜きな動画編集してますけどね、もっと工夫の余地は本当あるの分かってるんです、実は。簡単なんですよ。簡単っていうか、簡単じゃないんだけど、まあ、とりあえず、まず、いくつかね、こう、改善案、本当あるんですよね。まず一つは、ちゃんと、まあ、シナリオとまでは言えないけど、レジュメを作っておく。何を話すかね、こう考えておくね。そう、結構ね、よくね、言うべきことを忘れてることが多いんですよね。特に株関係の話とかね。あれはね、調子よく喋ってんだけど、いろいろ喋ってんだけど、喋ってるうちにね、言うことを忘れちゃってね、あれ言うの忘れてたとかね、そういうこと多いんですよね。それとね、あとはね、アングルの変える。これはね、岡田斗司夫さんのね、YouTube チャンネルで知ったんですけど、あのね、人間の集中力っていうか、このね、映像のね、集中力って、ね、基本7秒までしか持たない。でね、それで飽きるのを防ぐためにアングルを変える。例えば、こっちの方にもう一台カメラ撮っておくとか、こっちとね、3つぐらいあのカメラ置いといてね。それで、このアングルを7秒ごとぐらい、長くても7秒ごとに切り替える。で、あのね、カメラ複数使わなくっても、拡大率ね、ズームのね、比率を変えるとかね、それでも十分なんですよ。だから、例えば、すっかりなんか最近どうしてるかわからないけど、一時期ね、流星を誇った、なんて言うんだ、あれは教養系 YouTuber になるのかな、まこなり社長ね。あの人の YouTube チャンネルなんかっていうか、あの方の動画はね、すごく作りが凝ってたんですよね。だこの正面のアングル、横のアングル、それなんだっけかな、もう一個ぐらい、多分3つぐらいのアングルを、こう、細かに、喋ってるね、こう、段落といいますか、まあ一定の間隔ごとにね、アングル切り替えてって、拡大率も変えてみたりとかね、細かく編集してるんですよね。だからね、僕のこういう話でも多分ね、そういう操作をすると、なんていうのかな、動画の完成度が一気に上がるんですよね。これ分かってます。はい。なぜやらないか。めんどくさいから。っていうか、その暇があったらメインチャンネルの動画を作れよっていうね、感じでね。ちなみに今日は、何日だ10月5日だっけかな。なんですけどね、もう1週間メインチャンネルの動画更新しておりません。明日で。どうしよう。明日禁断のっていうかね、困った時のライブ。と思ったんだけど、まあね、やっぱり最低1週間に1本、1週間に1本じゃダメなんだけどさ。なんかね、今週もね、なんだかんだ忙しいというかね、なんかしてるうちにね、1週間経っちゃったんですよ。だから、やーべ、明日が出さなきゃとかって思って困ってたんですよ。今ね、だからね、ショート動画を作るか、ショート動画の勢いなんです。僕の場合は、僕の作り方はね、僕のショート動画って見てくださってる方わかると思うんだけど、全部ナレーションじゃないですか。だから、とりあえず先にシナリオ作っちゃうんですよ、台本ね。台本作って、それで、あとね、まあ、だいたい1分ぐらいの分量はわかってるんで、でもいつもね、1分で収まらないんですよ、基本的に。だからね、削りに削って頑張って、そしてね、なるべく早口で喋ってね、なんとか1分で収めてるんだけど、本当はそうじゃない方がいいのかなとかって最近ふっと思ってね、コメントでね、なんかね、早すぎてよく聞こえんとかっていうのが1個来たんです。まあ、そういうのは、コメントっていうのは非常にありがたいんだけど、全面的に信用するかどうかっていうのはまた難しいところでね。マーケティングもそうですよね。マーケティングで、新商品とかのね、発表会とかで、これは絶対買いますとかっていうふうなアンケートがいっぱいあったから作ったけど、実際売れなかったとかさ。そういうのがあるんで、だから、それと同じでね、コメントの要望とかっていうのは全面的に真に受けてはいけないんだけど、かといって、そう、唯我独尊っていうのもね、大体間違えると言いますかね。ああ、もう残りが少なくなってしまった。
本当に一口しか残ってない。これで終わっちゃいました。次持ってこよう。お湯割り作ってきました。これはおしまいと。でね、そうそう、全くね、今日ね、ネタ考えてなかったわけじゃないんですよ。たまたまね、ちょっと事情があってね、事情があってって言いますか、ちょっと片付けをしてたらね、なんか、ごそごそ、ムック本が出てきたんですよ、いろいろ。ムック本とね、雑誌ね。最近、こういうのほとんど買わなくなっちゃったんだよな。軍艦の最後。駆逐艦綾波の沈没とかね、衣笠吹雪。あれ？てかさ、駆逐艦入ってんだけどさ、駆逐艦吹雪入ってるでしょ？だけど、駆逐艦はさ、軍艦じゃないんですよね、あれね、実はね、正確にはね。なんて言ったっけ？あれは軍艦じゃなくって、何に分離されるんだっけかな？忘れちゃった。忘れちゃったけど、あの、帝国海軍の場合は軍艦っていうのは、これ、菊の紋章が入ってるはずなんですよね。だけど、駆逐艦は入ってないんですよね。ちなみに解剖艦はあの軍艦なんですね。だからさ、解剖艦ってまあ古い時代の解剖艦っていうのは現役っていうか一線をこう退いたね、元戦艦とかそれから巡洋艦とかがまあなんか格下げになってね、解剖艦になるってケースが多かったから、有名なね、軍神広志がの、あ、広志じゃないや、軍神広瀬が乗っていた戦艦朝日ね、あれ、日露戦争で活躍したね、あの朝日なんかは、あれ、解剖艦になったんですよ、最後ね。解剖艦から、それから工作艦になったのか、最後は。だけど、あれは菊の紋章もついてたから、最後まで軍艦だったんですけど、だけど、第一次大戦中は、もっと小型の艦船がね、解剖艦になったんですよね。だから、シムシュ型解剖艦とかね、あれは海水量700トンぐらいしかないんじゃなかったかな。1000トンないんですよね、そっちにしろね。だけど、それでも軍艦だったんですよ。で、だから菊の紋章ついてて。だからそうするとね、軍艦と、軍艦じゃないやつね、駆逐艦とかこう来ると、こうすれ違う時っていうのは、そうなるとやっぱりね、軍艦の方がね、格が上なんですよね。だからね、シムシュ型解剖艦に対して、3000トンあるね、秋月型の駆逐艦でもさ、こう敬意を示さなきゃなんないんですねとかってね、そういうふうなことがあったみたいです。なんでこんな話してんだ。そうだ、ムック本が出てきたよって話でね。そう、こんな、これムックじゃないんだけど、こんなの出てきたんですよ。これ Windows100% って雑誌のね、最終号。これ最終号だからつい買ってしまったんだけど、懐かしいんだよね、この雑誌ね。これパソコンずっといじってた方はね、懐かしいと思うんだけど、1996年から2017年にかけてね、仕掛け22年か。この雑誌ね、だから僕ね、最初の頃、出始めた頃はね、毎月のように買ってたんですよね。こう CD ロムがついててさ、これ開けてないんだけどさ、これをね、毎月、切り取って開けてね、中に入ってるツール類とかね、インストールしてね、っていうことをやってましたね。これ見るとね、懐かしいですよ、とかって、ふと思ってしまった。で、しかもこの最終号の内容がさ、またさ、Windows 20年史とかってね、こんな感じになるんですよ。Windows 95が出た時にさ、本格的なインターネット時代とかって言われてね、まあ、それ以前の 3.1 は、Windows って OS じゃなかったんですよね、基本的にはね。なんていうのかな。OS が MS-DOS で、それに乗っかってるアプリケーションソフトだったんですよね、基本的にはね。それが95から OS になった。まあ、それが革新的だったのかな。まあ、たまたまね、それで Windows をバカ売れしてね、それに乗ってね、こんな雑誌がね、みんな毎月楽しく買って読んでたんですよね。一時代を築いた名 OS、Windows 98SE、セカンドエディション発売とかね。そうだね。Windows 98のね、セカンドエディションね。そうでした。あ、ひろゆきが出てますよ、ひろゆきさんが。それからウィニー公開とかね。あ、ウィニー逮捕の話が載ってる、こっちに。
そっか、これも2003年か、20年以上前の話なんですね。僕はウィニーを愛用していたなんてことは言いません。ウィニーからね、ビットトレントとかね、さらにね、派生してったんですよ。派生じゃないんだよな。ファイル共有ソフトってすごい流行ってたんですよね、一時期ね。なんて言ったっけな、あれな。他にもあったんだよな、いくつかな。そして2005年 YouTube 誕生とかってありますね。YouTube がね、最初できた頃ってね、違法動画って言いますかね。だからね、要は映画とか、それからテレビ番組とかさ、ちょっとほにゃらかな動画とかね、そういうものばっかりアップロードされてたっていうね。で、それをね、Google が買収したっていう話を聞いた時はね、大丈夫かとかって思いましたけどね。だからね、まさかその後ね、自分がね、YouTube にせっせと動画を投稿するようになるとはね、思わなかったですね。てか、あの頃はね、だから YouTube に動画を投稿って言ったら、まあ違法な動画のアップロードって、それしか頭の中に浮かばなかったですからね。というふうなね、昔話をしてしまいました。なんだっけ、今年の第一クールぐらいだったかな、ドラマ、テレビドラマでさ、不謹慎にも程があるってさ、阿部サダヲさんが主演のドラマ、あれ面白くて見てたんだけど、あの中で、おじさんはなんで昔話をしたがるか、それはその頃楽しかったからなんだってね、なんかそんな風なこと言ってたけど、そうですね、思えば、ということでしみじみとね、語ってしまいましたけど、なんか何も食べてないな。まあいつも通り撮影終了してからね、ゆっくり食べたいと思います。という感じでね、今回の動画は以上になります。なんか本当今回くだらない動画の話ばっかりになっちゃったな。だけどね、この動画見てる方々の大多数、多分8割9割ぐらいは僕と同世代のはずなんで、だから多分ね、という風に思っていただけると思っております。ということで、ちょっとポンコツになりつつあるね、世代の人間のね、傷の舐め合いになってしまいそうな話になってしまいましたけどね、ということでね、まあ、でもまだね、特に僕の同世代の女性の方なんかはね、まだあと30年か40年ぐらい下手すと生きますからね。いや、てか50年ぐらい生きるよな。ってことを考えるとね、まだまだここでへこたれてる場合じゃないですね。頑張りましょうということでね、締めたいと思います。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。